ここは東北、冬は雪もある地域ですが、横の収支について興味のある方は、ぜひご視聴ください。はい、それでは、22年の収支計算を始めます。はい、収支計算、まず、かかったお金ですね、負担金とか、施工にかかったお金や利息とかをお話します。で契約金額が、意識・在庫ともで256万5183円。で、課題を設置しました、その工事費が別途かかってます。 25万円、まあ、一応40万円のところを少し負けてもらいましたで次にクレジット使いましたので金利ですねこれが15年分で97万1263円4.2%今じゃ考えられない利息です2010年の時にメーター交換をさせられました20年目には負担ありませんでしたがこの時に5万5000円負担してますで 賦課金これが2012年から徐々に上がってますけど当初0.22円から1.58円これ2015年ですね最近では3.36円ですね 1kW 使った電気に対して賦課金が課せられてますこれが7万5600円で今後3.36円から若干上がる可能性を考慮しましたが、まあ、3.36円で 計算しますと、うちは月々700円ぐらい負担してます。で、12ヶ月分で18年、まあ、なんで18年間と申しますと、まあ、2040年を目安に付加金なくなるだろうという予測です。で、それ計算しますと15、151200円。付加金が2040年までで終わった場合のシミュレーションです。で、6番目が修理。これが数万円かかるんですけど、 これ、おそらくフィット終わる頃発生してたと思うんですけど、発電量が下がったというやつですね。これ、パネル1枚いかれちゃってんですね、直列式なので、1枚でだいぶ発電量下がります。ただ、フィット終わる頃でしたんで、パネルは交換しても大して再三取れないと思ったんで、未交換です。で、撤去費用、今後あります。ベッド費用です、これは。これがかかった分ですね、収支計算の。 で、かかった分の合計が一式で406万8246円です。もちろん撤去費用は別途です。これが今までかかった、まあ、かかるであろうというのもありますけどね、再エネ賦課金とかも含めてしまうと、まあ、実際ただ負担はしてますので、これは太陽光に絡むものなので、シミュレーションではありますが、 加算してます、まあ、万円次に、収支計算のプラスの方ですね。売電やあと、時価消費分。売電額が2000年から2009年まで40円でしたけど、72万円。値 e です、これはで。2009年から2019年、これが78万円。 JPEG FIT。まあ、フィットっていうふうに考えていいと思います。2012年、2009年から2012年になるまで JPEG ありましたが、買取価格は一緒でしたんで、まあ、あの、一応、2009年、10年やった人は48円だったかと思いますけど、ちょっと私の場合は鳴らしちゃってます。で、2019年から2022年は、まあ、フィットが終わってますので、3万7000円、9円買取ですので、これは、 東北電力さんと契約しましまたで次に補助金が私の場合当時かなり補助金ありまして 3.48kW で98万円で自家消費分入れますで最初の11年分発電率もそんな悪くなかったですしまあ自家消費分が44万円 家族も多くて家電の数も多かったです大体45%ぐらい見てますバイデン価格に対してで次の3年2015年までですねこれが8万2000円まあ実はこの時も家族が減ってしまいまして家電もかなり減りましたのでまあそれでも自家消費分はこのぐらい計算見込んでますでその後7年間から2020年 22年までの7年分が16万4千円。ま円、あ、省エネ家電とか交換しましたけど、まあ、結構電気はまあそれでも自家消費分はそれなりに使ったと思います、まあ、最初の2012年までの11年分から見たら大したことではないんですけど半分くらいですね、まあ、これが収支計算のプラス分っていう計算になりますで合計が 合計,がで合計が1式320万3000円です。320万3000円。プラスとマイナスを差し引き計算しますと、406万8246円から320万3000円を引きますと、マイナス86万5246円。やっぱり赤字ですね。再エネ付加金 っていうのも入れてしまうとやっぱり実はもうちょっと採算いいのかなと思ったんですけど変わらなかったですね。撤去費用は別途です。まあ現金だったらあのクレジットの九十七万一千二百六十三円の利息はないのでまあ一応撤去費用を除けば十万六千十七円の黒字ということにはなりますが。 まあ、いずれ鉄去も入れるとやっぱりマイナスですね。ね残念ながら詳しく調べて作り直しましたが、まあいずれにしてもマイナスということですで。太陽光発電が売電してお金が入ってくるよっていうそういう考え方がですね、一般化してきたのは、あの私住宅業界長いことやってますけど、もう2009年頃なんですね。まあ、この頃、 実際あのハウスメーカーも自分がいたビルダーも,もう一斉にキャンペーン始めてましたし太陽光キャンペーン毎回のようにやってました。で太陽光をつけられる方は太陽光の分サービスしますとか太陽光いらないんだけどそういう人,人にはどういうサービスさんの太陽光をつけた人だけ得するでしょうっていうのがあったんで、まあ、その時は建物の坪単価を下げたりして。 まあどっちにしても太陽光でお客様を引っ張るっていうキャンペーンはもう地元ビルダーからハウスメーカー一斉にスタートしたのが大体この2009年頃ですねあのしっかりよく覚えてます開始しましたで、まあ、お客さんたちもやっぱり、まあ、そこに乗っかってせっかくだったら太陽光つけようねって壺23万負けてもらうんだったら太陽光サービスでもらった方がいいなと いうことをまあ実際会社の方ではね含みあらりっていうのはもちろんあるんでしょうけどねまあある,あるんですがそして2012年からかなり本格化してきたのを感じてますまあもう住宅のセット商品みたいになってきましたしねえハウスメーカーまあ2社くらいはもうほんと太陽光ありきってねハイムさんとか一条さんあたりはもうどんどん 太陽光発電を本格化してきたっていうのが、まあ、これみんなあのフィットの影響ですよね、再三採算取れてないっていうのが現実で、ほとんどの方が、まあ、逆に言うとマイナスで、建物とセットだったから、まあ、そこまで不透明だったんでしょうけど、まあ、そんな中でもですね実際に住宅に太陽光発電をつけたり、太陽光発電設備を設置して儲かった勝ち組っていうのがやっぱり存在してるんですね、まあ、これがですね。 実は2012年から2015年に設置した人たち、まさにこの人たちは、まあ、中でもこの2012年から20 2013年ですね、もう私がつけた頃から見たら設置費が極めて安いし、で、2014年くらいまでは国の補助金もありましたし、で発電効率もかなりアップして、性能もいいと。 バイデンにとって必要な発電効率っていうのがね、だいぶ性能上がって、しかも設置するのにあの一番かけたくない費用が安くなってると。で、バイデン期間も20年となりますよね、10キロワット以上。で、それを例えば現金でやった場合ですね、もう10キロワット以上の方が現金で20年買い取る人たち、まあ、現金じゃなくても大丈夫なんですけど、 もうメンテナンスや処分費までなんと処分費まで入れても採算があってしまうっていう人たちなんですねこれまさにもう本当太陽光発電つけた方のごく一部の人たちですね、まあ、ここに該当してるのは勝ち組なんですもう例えば400万500万かけても20年後にはまあそれと同等かそれに近いぐらいの利益が出てしまう人たちなんですね1 0ット2 0年書いておる人たちは メンンテナンス入れてもで 10kW 未満の人でも約8年で元はペイしてしまいますので、まあ、損はしてないですよね。場合によっては気候や立地条件によってはやっぱりプラスになるという人たちですね。この2012年から特に2013年のこの2年間の人たちというのは、まあ、全ての好条件が揃っている人たちですので。 これで立地条件がいいところにやった方、雪が降らないあの温暖な地域とか、まあ、台風の影響さえなければ、そういった地域の人たちは、もう1 0ット以上20年買い取りやってたら、もう勝ち組です。実は存在してます。私は完全に負け、負け組です。えもう完敗ですね。太陽光発電。で、その後、まあ、海外製品の参入っていうことで、 まあ出荷台数ももうこの期間のうちにピーク迎えます。もう今まで太陽光発電、住宅用でピーク時期。もう終わりましたけどね。で、その後、売電額がどんどん下がりました。で、去年の金額ですと、1キロワットあたり19円で、今年2022年にはもう17円って決まってますね。まあ、使った電気よりも、 安い値段で売るしかないっていう,もう時代に入りましたで今では出荷率ももうピーク時期から見たら40%以上低下っていうことなので、まあ、今年2022年から来年もうどんどん、まあ、さらに出荷率はピーク時の半分以上減っていくんじゃないかなと思いますで安い海外製品に押されまして国内の優秀なメーカーがやはり非常に苦しい状況に追い込まれましてでええー 国内のまあ高品質な出光さん、出、ま、光、あ、さんというか、あの子会社のソーラーフロンティアですね、あとパナ,パナソニック、この一般向け太陽光発電のまあ撤退ということになりまして、まあ、多くはあの産業用に移行されるみたいです。ソーラーフロンティアさんといえばね、かなり安いコストでいいものをですね、ちょっと。 耐久、耐用年数はちょっと若干問題あるようなんですが、ただすごいノウハウですね。非常に安いコストで作れましたし、でパナさんの方では結構あの発電効率のいいものを開発したということで、まあ、ちょっと残念ですよね。一般住宅からもう撤退したということで、まあ、海外品に押されたということですね。まあ、どんどん安いものを入れて、まあ、ちょっと製品の中身のね安全性とか、まあ、正直、 レアメタルの使い方とか心配あるんですけど海外製品は日本のガイドラインに沿って作ってるのかどうかちょっと私わからないんですけど国内製品はもうきっちり作ってますので本当に安心なんですよねですからあのリユースで買い取りも非常にいい値段でやっぱ買い取ってくれるらしいので国内製品はで国内で残ったのはやっぱり老舗の住宅用ソーラーを日本で一番最初に始めた京セラさんと あとやっぱり住宅メーカーとタイアップしているシャープさんですね、まあ、ここが頑張っているという状態になっています。まあ、今後、住宅用太陽光発電の出荷台数は上がっていくようには思えませんし、まあ、逆に下がっていくんじゃないかなと思います、一般住宅用向けは。まあ、産業用とか、そういったところにどんどんシフトしていく時代になっていくんじゃないかなと思います。でまあ、住宅用としては やはりあの生活のステータスとして EV や蓄電池と合わせて、まあ、新しいスマートなライフスタイルを作るための、まあ、一つのステータス商品にされていくんじゃないかなと思います。まあ、一時とき、まあ、令和後半の三種の神器になるかななんて思ったこともあったんですがやはり三種の神器といえば昔の冷蔵庫洗濯機テレビといったように。 国民全員が憧れるものじゃなければ三種の神器にはなれないんですよねごく一部の人間にしか手が届かなかったりごくの一部の人間にしか憧れられないようなものであっては令和三種の神器はまあ到底もう絶対と言ってもいいぐらい太陽光蓄電池 EV の3点が三種の神器になることはありえないというふうに私は思ってます今後はまあ、再エネというより売電というよりライフスタイルの中にですね 電気自動車で帰ってきて我が家で蓄電して場合によっては我が家の家から我が家の家に車から電気を配給するようなそういったなんか新しいライフスタイルまあそれにですねやっぱりそのかっこよさを感じたりステータスを感じたりまあイソな生活をしているって、まあ、いわゆる、まあ、ちょっとしたブルジョア感覚の人たちに、まあ、多少 ラ前のことがあっても生活に影響のない人たちが新しい生活スタイルとして導入していく時代になっていくんじゃないかなと思います、まあ、そういった方がいてくれればこそやはり太陽光発電蓄電池 EV といったものの次のイノベーションが生まれてくるのでそれはそれでどんどん進めていってもらっていいんじゃないかと思います私は特にそこに手を今後伸ばそうということはありませんが、まあ、2030年くらいには 自分でも ev 購入しようかなと思ってますテスラ C あたりいろいろ動画見てますけどやっぱりまだ私が太陽光発電を当時つけた頃のように新しいものというのはどんどん改良されてもうテスラとは何ぞやってもう言われる時代が来た頃に電気自動車買った方が安くて安心安全なものましてや あの全固体電池というのももしかするともう2030年には導入された EV 車がもう出るだろうと思いますしで安定すればや安くていいものを買えますのでね、まあ、そういったふうに考えたいと思っています、まあ、何か参考になったなと思えた方あのいいねボタンまたよろしければ、うん、チャンネル登録などお願いいたしますそれでは最後までご視聴ありがとうございましたではまた